い、皆さんこんばんは、スルメです。今回もですね、あつ森やっていきたいと思います。え、なんでスルメの家からジャックが出てきたのかって。いや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 、私だよ。今回はジャックのコスプレをしてみました。はい、というのもですね、本日10月1日はジャックのお誕生日でございます。はい、なのでジャックのコスプレをして盛大にね、お誕生日を祝ってあげたいなと思います。誕生日プレゼントもね、もう用意してあるので、早速お祝いに行きたいと思います。あら、何話してんの、ジャックの家の前でこんなジャックの家の前で話してるぐらいなら誕生日祝いに行ってあげなよ。あたいは将来マルチに活躍できるアイドルを目指してるんだ。あーね、そうだよね。マルチって何？簡単に言うと、いろんな特技を持ってるアイドルになりたいってこと。うん、スルルはどんな特技があればいいと思う？アートな感じ。サバイバル能力、料理上手。まあ確かにね、なんか芸能界で生きていくためにはサバイバル能力が必要な気はする。え、この中だったらサバイバル能力じゃないあたいって何気に釣りとか DIY やりまくってるし、サバイバルならいけるかも。サバイバルの力があれば島がゾンビに襲われた時脱出できるね。そこまで厳しい状況に立ち向かえる自信はさすがにないわ。え、でもゾンビと戦うアイドルってめちゃめちゃ人気出そうだけどね。はい、こちらがね、ジャックのお家なので、今ね、この中で多分誕生日会が繰り広げられてると思うんですけど、はい、そしてこちらにはね、穴に埋まったジャックのマイデザインがございます。はい、ということで、私毎回ねやってるんですけど、住民のね、お誕生日を祝いに来る住民をね、毎回当てるクイズをね、個人的に勝手にやってるんですよ。なのでちょっと今ね、とりあえず奥太郎には最初に会ったし、今マグロとね、ビンタがお話ししてたので、この3人は違うじゃないですか。なので誰か来てるかな。ビアンカだと思う。どうでしょう。あー、タコヤかあれね、なんかさ、前にね、タコヤのお誕生日会に来てたのもジャックだったんだよね。仲良しですね、この2人。君が来てくれることをどこかで期待してる自分に今気づいたよ、キリ可愛いんですけど。なんかさ、ジャックのお家ってオフィスだから、なんかオフィスでこうやって飾りつけてさ、誕生日会やってるっていうのがちょっとなんか非日常な感じして、ちょっといいですね。今日の主役はジャックくんだよ。僕も頑張って盛り上げちゃうんだ。可愛い。ハッピーバースデートゥジャックくん。喜んでくれてるかな。せやねん、可愛い。セルメ様、もうプレゼントは渡した？君からのプレゼントなら何だって喜んでくれるよ。早く渡してあげてね。はーい。ジャックはね、やっぱりメガネがね、トレードマークなので、私メガネをねプレゼントしたいなって思ってるんですよ。僕はとてもハッピーさ。今という瞬間をみんなと過ごすことができて、だけど何かが足りないんだ。君からのプレゼントとか。キリ、めちゃめちゃ悪い顔してるな。めちゃめちゃ悪い顔してるんですけど、でも可愛いね。なんかあんまこの顔見ないかもしれない。はい、もちろんありますよ。はい、どうぞ。何の香りだろう。いや、ごめん、香りしない香りがするようなものじゃない。早速開けてみるね。モノクルか。こういうの欲しかったんだよ。君わかってるな。本当ありがとう。前にね、ジャックのメガネのね、着せ替えをやった時に、このモノクルがすごい似合ってたなと思ったので、こちらをね、プレゼントしたいと思います。ぜひね、つけてほしい。素敵なプレゼントを僕のために選んでくれてありがとうね、キリ。たくさんの仲間にお祝いしてもらえて僕は幸せ者だよ。あ、いいですね。いいよ。あ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいい。めっちゃいい。あ、めっちゃいいよ写真連打あ、いいよいいよ。タコヤも来た、タコヤも来た。いいね、いいね。あ、めっちゃいいじゃん。ちょっとめちゃくちゃいい写真が撮れちゃった。はい、こちらが今回のベストショットですね。めっちゃいい写真撮れた。いやー、いいね。やっぱり誕生日ってね、いいよね。なんかこのさ、住民たちのこのすごい浮かれきった姿が本当に愛おしくて仕方がないですね。ぜひジャックがね、モノクロをつけてくれることを祈ります。今日だからこそ自分の気持ちを正直に言うよ。え、何、告白。プレゼントありがとう。それからこんな僕だけど、これからもよろしくね。はーい。告白じゃなかったまだまだ楽しんでね。え、雨降ってきたんだけど、どういうことお誕生日会楽しんでたら雨降ってきたんだけど、傘持ってきてないんですけど。
はい、ということで今日はねジャックの誕生日だったんですけど、ここにねなんとねジュン様のご新居建設予定地ということで、明日来るのかなジュン君ね、すごい楽しみなんですけど、はい、前回のね動画であのキャンプサイトにねジュン君が来てくれて、ジュン君がね来ることが決まっているのでめちゃめちゃ楽しみでございます。お花とかちょっと変えようかな。私ねこの住民のお家の隣のお花はね、その住民に合ったちょっとイメージカラー的な感じのお花をね植えているので、ジュン君はやっぱ白がねいいかなと思うので、ちょっとこのお花変えましょう。はい、ここら辺にねちょっとお花がわんさか生えてるので、ここからね選びたいと思います。バラかな、白いバラかな、白いバラがいい。あーでもコスモス、いやでもね真っ白がいいな、なんかバラにしよう、ジュン君だし。よし、ここのバラをねいただき、はい、ということでですねお花を植え替えました。これでねジュン君に来てもらう準備万端ですね。偶然ねジュン君はジャックのねお隣に引っ越してくるので、この木田住民同士ね仲良くできるのかちょっと見ものですね。はい、ということでね次の日になりました。ん、ジャックが2人、ジュン君のお家がねチラ見えしてるんですけど、なんかめちゃめちゃもう家が可愛い、もう家まで可愛いそしてジャックはね多分あのライバルである木田住民のジュン君がね来るから、こうやって筋トレしてねちょっと自分磨きをねしてるんですねきっとねはい、では本日のお知らせです。今日スライムナイトにジュンさんという方が新しく引っ越してこられました。はい、めちゃめちゃ楽しみですね。じゅんさん移住おめでとうございます。では本日も楽しい一日になりますように。なるに決まってるでしょ、じゅんくんが来るんだからめっちゃ楽しみだわ、じゅんくん、じゅんくん早速会いに行きましょう。あ、てかジャックからお礼が来てるかも。君がくれたバースデープレゼント、僕の好みにぴったりだよ。どうして君はそんなに僕に詳しいんだい。君の気持ちに応えるために今日はプレゼントを用意したんだ。受け取ってくれるかいジャック、ということでいただこう。小人の服、なぜこれを私にくれたんだはい、ではジュン君に会いに行きましょう。ジュン君、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 じゅんくんのお家でございます。なんかじゅんくんっぽいお家ですね。なんかこの白い感じでもちょっとなんかグレーとかも入ってて、昨日植えたねこの白いバラもいい感じにマッチしてますね。突撃訪問、こんにちは。かわいい、かわいい。でお家のね壁、まあ、まだ今ちょっと段ボールとかあるのでどんなお家かわからないんですが、結構なんかシックなお家なんだね。このちょっと花柄の入った感じの洋風な壁紙、ちょっと想像と違ったかも。私じゅんくんのお家どんなお家かわかんないので、はい、あのちゃんとねあのレイアウトされたお部屋を見るのがめちゃめちゃ楽しみですね。かわいい、てかちっちゃいよね本当に。やあスルメくん、君と話をしてから一人で考えてたんだ。毎日君と一緒に過ごせるなら最高の島ライフになるんじゃないかってね。え、何そんなこと言われちゃうのえ、何それ付き合ってってこと告白ですか。え、毎日一緒にね過ごせたら嬉しいね、確かにね。だからこの島に越してきて僕は後悔してないよ。改めてよろしく、あながち。かわいい、めちゃめちゃかわいいんですけど。部屋を片付け終わったら優雅にティータイムを楽しむつもりさ、あながち。理想を抱くのはいいことだけど、地に足をつけてコーディネートしないとね。でも純らしさはこだわりの中から生まれるものだと僕は信じているんだ。純流クールな新居はもうすぐ完成さ、楽しみにしててね、あながち。遊びに来るね、バイバーイ。はい、ということでですね、今回はジャックのお誕生日と、そしてねジュン君がね我がスライムナイトに初めて来てくれたというね記念すべき回になりました。はい、本来はね今日はもうジャックのフューチャー回でお誕生日会してねジャックをフューチャーしようと思っていたんですけれど、まさかの刺客ジュン様が来てしまったので、はい、ジャックねちょっとねジュン君に尺を奪われるという結果になってねちょっと拗ねているみたいなんですけれども、はい、ジュン君のねお部屋もね新しく見れるのすごい楽しみだし、まあ、ジュン君がね我がスライムナイトの外を駆けずり回っている姿をね早く見たいなと思います。
はい、こんな感じでいろいろとやっております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。ほらジャック、いつまでも後ろ向いてないでさ、挨拶しよう。バイバーイ。